学部先道館部専道知明治十五年四月六日は越前沙漠藩の第九代の藩主、学部家十代、第七代藩主、学部昭勝の八を。母は家臣、田護氏の娘。性質は大河内正和の娘、高子。子は学部昭信、学部仙、厚氏、娘、娘。には聖五位下草守。江戸で生まれる。 陽名は、万事文久三年、仙台藩主で、兄の仙美が死去したため、翌年三月二十九日にその養子師として、後を継ぎ、狩りの間詰めになった。慶応元年二月一日、将軍、徳川家持に敗越する。同年十二月二十五日に、従後した下尾佐守に助任された。慶応三年三月二十三日に元服し、正式に仙道と名乗る。 慶応4年4月5日、上落する。明治2年3月、藩赤奉還を兼白し、同年6月20日、鯖江藩の藩知事となる。明治4年の廃藩知県で面官されて、東京へ移る。明治15年12月23日、隠居し、長男、千信に家督を譲る。同25年に、東京で死去した。去年40。法号は、霊孔院伝。 UFO まで計画先導大古事。母書は東京都台東区花川戸の区本寺。学部家文書館公開編。学部家文書第五館鯖江市。1988年。ありがとうございます。